ありがたい話なんですけど、反面大変なとこもあるわね。こういうこう間に合わなかったらごめん、1年経ったら没収になります。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。本当に全員にカブトムシが供給できる量しか認めないんだから、そこお願いしますよっていうところですかね。そうですね。というわけで、そういうルールになりました。イベント、カブトムシイベント FC で加盟説明会はもうなんか説明の動画もあるんだっけ。前確か軽いやつを撮ってるはずなんですね、だからじゃあそれを使ってこれでエリアのことが揃ったからいよいよ始まりますね、これでね。あれ秋田のイベントっていうのは、あれはどのぐらいの会場レベルで言うと。会場めちゃくちゃいいですよ。もう会場めちゃくちゃいい会場で、場所が横手なんですよ。横手なんだ。横手で、でそこのでっかいこう、めちゃ変態。そうしたらもっとエリアがいけるっていうの顔する。いやそれは横手だったら、それだって。でもおそらく横手でやっても秋田からも人来たでしょ。もちろんそうなんです。秋田だったり隣の県とかからも来ちゃうんで、そのぐらいやっぱり引きが強いんだよね。だから僕としてはやっぱ感覚はやっぱり30万人ぐらいいるぐらいのところでやっていきたいです、最初は。まずはだからそれは秋田でやりゃもっと来るわね、そりゃ。横手 で、あれで来たんだね。今年は秋田市の方でも今うちも絡んで今やってるところですね。なるほどね。あとさ、もう一つ悩みとしてはさ、そのやんないところも出てくると思うじゃん。だから20しかできないけど20加盟しか認めないとサボった分が開催できないから。補欠を作ってますか。だから補欠も作りたいよね。補欠枠を。補欠枠はどうしたらいいんだろう。補欠枠は例えばね、一番こちらとしていいのはどこでもやります、まあ、例えば九州ならどこでもいいですとか、そういう風にしといてもらうとはめやすくないですか。そうね。あとは30チーム認めて残り10どうしようか。もし30決まっちゃったら供給できなくなっちゃうもんね。そうなんですよね。ちょっと30認めて20までっていう風にしてもいいかもしれないですけどね。でそしたらそれ以降はまあ来年にするとか、まあ、30認めて20先に決まったところでやりますとかでもいいんですけど、先着か。そういうことね。動けるとか30で下の10も見つかったら。しかもさ、供給量ってさ半年後に上がるんじゃないの。まあ、ある程度出ますけど、それを加味したとしても20なんだ。20ぐらいで抑える。まあ、万が一があると、せっかく会場を抑えたのに供給足りなくてできませんは結構良くない、ね、かなり良くない。だけどさ、俺20チームいて20チーム決まるとは思わないんだよな。それ思わないね。だから30入れたいけど、30で先着20で残り10が見つかったら時期ずらしてにする。それだと問題ある。だってその10チームもさ、年内になっちゃったらどうする。大変ですよね、ちょっと。でも20で20はないと思うんだよな。20で20はないよね。普通に考えて20やるんだったら25ぐらいは取っとかないとっていうイメージですよ。30はオーバーかもしれないけどね。あと僕ちょっと募集のところもちょっと気にしてるところがあって、やっぱりその生産プラントのところでやってくれてる人が今30人ちょっといるわけですね、はいはい、でこの30枠に間に合わなかった人たちが順番待ちをしてくれてるんですよ、はい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 、これが100人近くいて、でなんか僕らからするともう面談とかもして、いやすいません、本当ちょっと今年は一旦もうこれで一旦締め切っちゃってるんですっていう状態なんで、先になんか案内した方がいいのかなっていうところもちょっと気持ちとしてはあるんですよ。なるほどね。だそこをなんか一般募集との兼ね合いをどういう風にやるべきなのかなっていうところをちょっと悩んでるところがあります、だからまあイメージ優先が今のプラント FC をしてる人たちが次で、そのプラント FC の加盟説明会に先行して受けていて、プラント FC を枠が空いたらやりたいっていう人たちが次の優先度合い。そうですよね。でその次にその他の人たち、その3段階に分かれてるって感じですかね、そうですね。いかがでしょうか、竹村さん。考え方としては正しいと思う。その待ってる人を優先したいっていうね。でもまあ中には冷めてる人もいると思うし、まあとにかくこのカブトムシに関しては引きが強いからありがたい話なんですけどね。ありがたい、ありがたい話なんですけど、反面大変なところもあるわね。こういうこう、まあ、やっぱ供給量はね気にするだろうしね。じゃというわけで、まあまとめると20エリアできるんで25加盟認めます。いいそれでいい、ね、でもう遅かった5組は間に合わなかったらごめん、その場合は来年に移動、その没収ないです、見つかってれば、ってことでいいですか ね。でも見つかってないとサボってたら1年経ったら没収になります。つまりは変な話、15組しか開催してなかったら残り下の10件没収確率ありますね。そうね。20まで行ってたら、逆に言ったらこの5件はまあ没収じゃないかもって出てくるっていうことだね、だから15しか枠なかったら残りの10没収確率高いから気をつけてねっていうことになりますね。そういうことになります。
医者さんどうでしょう、まあ、複雑ですけど ね、まあ、こういうルールにするしかないね。であとはその加盟金も、うん、今作ってる方やってくれてる人はうちとしてはやっぱビジネスモデルとしてはイベントもやってほしいっていうので、うん、加盟金が その人たちが180万なんですよ。言ったら作るところもイベントもやる人なんて加盟金どっちも払ってもらっちゃってるわけじゃないですか。そこをもうちょっと高くしなきゃいけないよねっていう話になってて、そこの金額が確か230万なんですね。なるほどね、にしてるはずですね。それは理屈としておかしくないんじゃないですか。わかりました。じゃあちょっとそこのイベントだけだと230万にするかもって話ですね。それだけだとそうですね。はい、わかりました、はい、こういう方針でいきますんで、本も用意しますんで、やりたい方は、こちらから来てください。でそこでトムシに加盟してる、加盟説明会に参加して、枠外で加盟する意向だ、その次に完全新規ですっていう、そのチェックボックスを3つ用意しましょうか。それでいいですか。いいんじゃないですかね。で加盟を募集したいと思います。はい、FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今は FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり、僕が話したり、いろんな豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで、